あ、来た、こんにちは、こんにちは、うん、さあ、私の周りにはこの5位にいるよやめて、こんにちはって混ざるのやめてよだって、私の周りには誰がいるでしょうか。インスタライブしようかな急だないいや、インスタライブ顔はまだ映ってないけど、いいやだろうね。よし、待って、全然、うん、いいよ。さて、誰がいるでしょうか。え3人います。やばい。じゃあ右から当ててってください。こっちから1、こっちに1人、こっちに2人。この大須にあるお店行こう。ねえ、なんか送ってきてくれた。行こうよ。向こうの連れてって。向こうの連れてって。あ、名前言っちゃったあ、聞こえてない、聞こえてない。え、連れてって。めっちゃ美味しそう。美味しそう。肉米って店。肉米出て。暇だから今。待って。今暇だからつって。ちょっと調べてみて、ほの。本当に？うん。今4位です。おお、上がってるんじゃない、ほのちゃん。星投げ？星投げしてくれてるんじゃない？いるんじゃない？いる？ほの。いなくない？4位だよ。え、見て。4位やばい。すがらの見て。映っとらん。なんでだろう。あ、5位になっちゃった。あら、下がっちゃったね。私のインスタライブもつきました誰も映ってないやん定点配信みたいな。体の一部すらも映してあげないというステーナが多か。音声配信。寝転がりに行こうかな。いいじゃん、寝転がりな。バイバイ。ここに。え、ここに。ここに。ここにだって。ここにいたよ。この辺に写してあげるぜ。なんだよ、覚悟変えて。あ、ね、こんぐらいまで髪切りたい。切っちゃいな。 ねえ、まえちゃん本からのプレゼント置いてったでしょ、まこさんの家に。ごめん、忘れてた楽しいよ。495枚投げてる。え、すごっ。真っ暗よ。真っ暗よ。真っ暗。今一瞬 LINE 返したあ、ほんまだ。 LINE 返すと切れるんだ。だって画面がここじゃなくなっちゃう。このまま昨日お風呂入るまでにすごい時間がかかりましたね。でも頑張ったじゃん。でも菅たちが寝るって言ったタイミングでお風呂入る寝ないでってなったやん。マッコさんガチ切れだって結構ガチ切れ。あれ、ガチ、あのガチ切れしてた。何言ってんなでも一番切れてた時はほのが歯磨きしながらベッドになった時それお風呂も入ってないのに。入ってないって。風呂入ってないでしょ。それはそう。最悪最悪寝ぼけてたからさ。やばくないですか。だってさ、いつもさ絶対にこっち来ないでって言うんですよ。それがもうお風呂入らないでいる時があるから、うん、寝室にも入らないでみたいなでもまあそう。え、だから風呂、あの風呂に入ってないんだったらそっちで寝てみたいな散々言われてたのにこいつはついに座った。ついに寝転がってしまった。それも汚いあの服で昨日の昨日別になんか私服自体は着てる時間が短かったんですけど、なんかマジでファンデーションとかめっちゃめっちゃ汚かったね本当に。なんかこの辺になんかすごい粉みたいな、いろんな粉みたいないや、ファンデーションでしょ、あれ薬塗った。うん、今日は塗った。切る塗った。え、昨日メイクしてたっけ。してました。あれ、ほのは昨日がオンライン会だったんですよ。うん、もうなんか、だからほのに、え、服汚れるよみたいな。もうただですよ、ここら辺が汚いからえ、もう、え、服汚れるよみたいな。なんか、ずっとなんかファンデーションずっとこうめっちゃつくやん。そう、やばくない。怖かったんだけど。マジでやばかった。眠たすぎて。え、だってさ、10分だけみたいな。分かった、10分。起こす。あと10分。ドラマ2本見れた。
見は見、見は分見た。確かに、私も昨日は寝たよって帰ったら眠たくなっちゃう、ね、疲れる、眠たかったことない、うん、疲れた。でも昨日は前日よりもちゃんとできた気がする。まあできて、それはできた当たり前ですけどね、すいませんね。でもショールームするとそこから全部何でも言っちゃいそうになる、ネタバレし、え、けど結構普通にネタバレしてた。マイコさんがなんか、マイコさんがなんか急に、エゴちゃんがこの曲を踊ってる時にさ、やばいやば、え、曲ね、はい、まあやりますよね、そりゃ。バグってる。ちゃんとね、ほのはね、その後にちゃんとお風呂入ってました。うん、ちゃんとまだ映れない。うん、まだ映れないよ。映れるだろ。映れるかもしれないけど、ま、え、映れないだろ。眉毛片方だよ。え、眉毛なんも分かんないじゃない。なんか変わってんの眉毛。まだ途中だから。あ、描いてるの。描いてる。あ、描いてるの。え、描かない。え、描くけど、なんかどこ行くの。うん、4時まで寝ようって思って。あ、やば。待って、まえちゃんどこも行かないでしょ。だから どっか行こうよって。ぬくまさんとどっか行くでしょ。ぬくまさんも LINE 帰ってこないの。じゃあどっか一緒に行ってくれんの。あ、さすが。どっか出かけてくれんの。あ、映っちゃった。映ってないよ。どっか出かけてくれんの。出かける気になったら言って。あ、どの行く気ないやん。その方がいいに行くわ。いや、もうほのちゃんは、ね、寝るのなので、まあまあショールームを続けたいと思います。もう何もやることないよ、こんな空き時間。4時間？うん、誰？4時間やば。4時間？3時間？4時間ぐらいですか？3時間、3時間半とか。誰ですか？こんな変なスケジュール、こんな人。一番最後良かったんですけど。確かに。え、そうなんですか？ギリで入れ込んでくれた方が良かったくない？なんか木ごとに組まれてます。あ、そういうこと？うん。そう。え、わざわざ合同稽古東京から見に来た人がいるらしい。すごいね。合同稽古ありがとう。すごい。いや、仮眠したいんですけどね。仮眠で、うん、仮眠さ、ちゃんと寝れるとこ欲しくない。わかる。あそこを綺麗にしようかな。いや、でもさ、普通にさ、うん、散らかってるとこじゃなくてあんま綺麗じゃない。うん、普通に綺麗じゃないよね。だよね。洗濯とかしてあれ、なんか普通に買いたい。うん、長年みんなが使う。あのマットレス何なんだろう。あの体育のマットレス。そうえ、なんかさ、昔ちゃんとしたさ、空気で含めるやつあったよね。あれ潰れ消えたよね。何ですか、ゆずさん、あのあれは。ん、あの体操マット何。え、分かんない、いつの間に買ったよね。ね、怖いですよ、ね、からっていう。え、ブログの書き方は分からないのであげれません。え、変わってからあげてない、ずっと。え、一回何回か多分あげたけど、なんかまた変わったやん多分。あんま、だからもうあげ方分かんない。サイトが分かんない、ページが分かんない。そこに行くまでのページが。え、分かる。私なんかお気に入りみたいな話。えらい。じゃあブログ書いてるんだ。最近生まれた感性。今年書けてない。うん、ごめんなさい。気持ちはね、あるんです。気持ちは、気持ちだけはあるけど、行動には移せてない。よくない。なんかさ、前までのさ、公式うん、ブログの数出たじゃん。あ、そうなの。今月何個あげたの。だからなんかモチベみたいな。あ、なるほどね。今出ないからさ、ちょっといいかなってね。なんか何個あげたっていう達成感がなくなっちゃったもん。うわ、この言葉を聞いてあげようとする人がいるんじゃない、 SNS で。おうかちゃん今月、ファンの人が聞いてるのね。おうかちゃん今月1回ですって。1回ですね。1回しか上がってないよまだ。え、今日21日。え、今日21です。え、21か、やば。21です。21か。
なんかマジ曜日ってか日付感覚もだし曜日感覚もない。ここいるとわかる。お仕事してたらなくなる。名古屋の日どんな髪型にしようかな。ほののが視聴を開始してます。寝ろお前。寝ろ。起きとる。え、そこですよ。あ、そこ。あっちにいます。すぐそこにいる。起きとる。そこに寝ろ。インスタライブ見とる。寝てくれ。昨日は起きてって言ったら起きなかったのに。あれ 見てる。え、おっちゃんとかドラマ見なさそう。そうね。ゆずさんは見てると信じたい。何を？月9見てるよ。え、おもろかったことね。まあ誰かいる？え、だってえ風じゃない？風？え、だって匠にイライラするもん。え、でも久々にうわ昔の月9だってなった、ね、でもあれよかったくない？欲しそうだったなんだっけ、欲しそうだったから欲しかったみたいな、なんだっけ、クジラ。ああ、あれ良かったです。欲しそうにしてたから欲しかったみたいなやつ。ケント、ケントみたいになった。ケント、なんて題名のドラマかあんま覚えてないけど。なんだっけ、なんとかのシンデレラ、真夏のシンデレラだっけ。あ、そう、真夏のシンデレラ。どうぞよかったら見てください。どうぞよかったら見てください。出てもいないのに。おもろかったんで見てください。ね、楽しみ。語りましょう。毎週月曜日です。急にドラマの話したらいなくなったわ、人。なんで？うん、多分興味ない。おすすめしてるのに。うん。興味ない。どう？そっちの方は。完成まであとどのぐらいだろう。ロッカーの主張、うん、そうだね、だいぶ強めだね、ロッカーの主張。ちょうどでもなんかどこもだよね。うん、どこも強め。エスガラのロッカー何も貼ってないよ。中はあれだけど。私はあれ貼ってる、初日の写真。いつの？あのフェスの。え、なんで？取って出し写真みたいなやつもらってずっと貼ってある。かわいいよ。エスガラあれ欲しかった。新公園で。ね、俺なんかさ、もらうみたいな。え、なんかもらえるみたいなやつだ。なんかくれないよね。もらった。撮って出し写真。なになに、した。欲しかった。やばい、今日顔がダメだ。なんで？パサパサ。ごめん、天然水しかない。天然水しかない。それ染み込ませる。ちょっとすがらの唾液入りだけど。やった。結構ないな、何も。ダメだ。でもさ、え、怖くない？もしさ、今12期オーディションしてるじゃないですか、うん、え、どこにロッカー置く？え、確かに9期とか開くでしょ。え、悲しい。ここも開くでしょ。悲しいね。そこって僕も開くじゃん。あ、でももうない人、え、いるやん。でも結構開いてるやん、こうやって見たら。しおりが2個使ってるの、はい、なんか2個使ってる人結構いますよ、はい、はい、1個にします。ここでまず1個、2個開くじゃん。あ、でもそこも開いてるじゃん。開いてますね。1、2、3。ああ、なんか名札貼ってないところは開いてるのか開いてないのかちょっとわかんない。確かに。一旦5個ぐらいは開くよ。5人しかでもちょっと入らない。5人。でもあっちも開いてそう。なんか名札ついてないのありそう。あ、じゃあここに来るんじゃない？それは結構困る。めっちゃ狭くなりそうですね、それ来たら。練習するとこなくなっちゃうよ。確かに。ここ大事だよね、この空間。え、結構ここの空間で踊ってる部分ある。大事だよね。そこにロッカー来たら結構大変そう。いや、ならないようにじゃあ1人1個にしましょう。もともとここもなかったですもんね。中、ここ何があったんでしたっけ？壁、普通にまず。え、こここそなんかマットレスとか置いてなかった？あったあった、ここに寝てたもん、みんな。あったわ。懐かしい。かなり昔の話。でもみんなのロッカー個性的、ね、個性的すぎてどれか、誰がどれかわからん。逆にね、うん、自分感ないよね。みんなのロッカー、マジどれってなる。え、分かりやすいんだけど、なんかみんな張りすぎて、なんか名札どれってなる。ね、なんかあの卒業生のやつはいっぱい貼ってやつってあるからさ、どれってなる。何人ぐらい入ってくるんだろう。ね。もしかして空きロッカーの数で合格者の人数を考察できる？できません。できません。絶対できません。マジでできません。あとパッと見じゃどれが空いてるかわからん。
マジロッカーなんて当てに なんないですよ。でも入ってから用意するし。そうだよ、入る前に用意はされてないんです、うん、入ってからなんですよ。入ってからだってこれ入ってからロッカー準備されてるんでこちらのハチキさんたちのは。でもこんな同じサイズ感のロッカーって売ってるんだなって思った、うん、すごくないですかこの白。だってこの白もそうやん、追加されとるやん、うん、もっと広かったってことじゃん、うん、怖っ。でもこのロッカーも10年使ってる。すごい、10年同じロッカー使ってる。うちだからこれだから10年これ。確かに。じゃあ元の古い方は元もうね、そうできた時から1年以上ですから。じゃあそこは事務所自体がさ、うちらの1年前ぐらい。あ、そうなんだ。1年2年ぐらい前か。その時にじゃあ新調したロッカーですかね。多分そう。だから12、3年ものと11年ものぐらい。でも確かにゆずさんたちのロッカーの色も違うもんね。うん、綺麗。すばらあっちだもん。私もあの色違う方、先輩の方。先輩の方。誰だったんだろう、前。ね。炎が完成だって。起きてる。起きてるやん。寝な寝るためにあっち行ったのに。あ、でも寝っ転がりたいっていう意味だったかもしれない。なんかこれとこれは違うね。うん、そうしたよね。辛い。うん、よいしょ。変えたいな、髪色、うん、って言っていつも通りになるんだけどさ。でさ、この間 そのリハ、昨日一昨日のリハでさ、うん、アイリーとかさ、うん、ココちゃんとか見ててさ、うん、うわ髪染めたいってなって、うわみんなおーちゃんが髪染めたい、やばいやばい。けどアイリーに全力でやめなって思って、うん、おーちゃんは黒髪だよ全力でやめなって思って。おーちゃんは黒髪ですよ。インナーでピンクとかも可愛いなって思って。まあ、やってもエクステにしたら。エクステってでもさ毛量増えるよね。でもここだけじゃん。あ、やるにしても。でなもちゃんは黒髪ですね。かわいい。ハロー、ハローハロー、ハローハロこの切り毛たちがほんと同じ長さになってくれてたらよかった多すぎる。マヤン隣にいるの？だっていませんいません、大嘘でいません。でもインナーカラー、黒髪になんかそれでこそさ、ピンクのさ、インナーカラーとか可愛いよ いよねとか言うと、きっとやめてください、うちのおーちゃんにそんな、そんなこと教えないでください。いるよねっていうコメント来そう、ごめんね。ごめんね。インナーでもダメなのかな、ファンですって。あんま許さないんじゃない、黒髪が好きな人は。おーちゃんのファンは黒…パッと見黒髪やみんなパッと見黒髪らしいよ。パッと見黒髪にダメ、厳しいんだよ。みんなそうなんじゃない、もう黒髪、ずっと黒髪じゃんだって。私うんそうだな。もう染めて時間が経つのが早い、経ってから時間はね。アリアンだってお、いいん。そうな、私の多分ファンの人だったらいいって言うけど、多分ちょっとファンですみたいな人は多分ダメなんだよね。それ一番厄介じゃんちょっとファンですみたいな、それ一番厄介じゃない、ちょっとファンですみたいな、ファンですみたいな、それファンでええやんちょっとファンですわ何ポジちゃんおもろね。確かに黒髪以外想像つかないよね。私もめっちゃファンですみたいな人は多分何色にしてもいらないと思うんだけど。でもそのちょっとファンに言われるのが一番ちょっと困る絶対ちょっとファンですみたいな人の方が言う。それはダメですそれだったらしっかりファンになりましょう言いたければ言いたければしっかりファンになりましょう
ねえ、顔の加工がロッカーにも反応してた。消えた。嘘、ここにも顔ちゃんの。厄介、厄介だった。コスプレで紫か青にしてたじゃん、だって。ああ、ウィッグでしょ。でもそれはそれ、これは。そうなの、違うよね、地毛をさ、染めるのとさ。でも菅原も最近ウィッグめっちゃ探してる。マジ？でもさ、わかるくない？あの人ウィッグだって。わかるのかな、やっぱ。わかるわかる。あの茶髪のウィッグとか持ってるけど。わかる。出れない、外。え、でもちゃんとし、やっぱちゃんとした値段のもの、あの、めっちゃ高いやつみたいな。買おうかな。ガチ？やっぱ黒髪にしたくないからさでもやっぱさ黒髪にしないといけない時もあるからさ、うん、あ、まあ確かにね、黒髪ってか黒髪のウィッグ買えば、だから今めっちゃ探してる黒髪で、うん、黒髪でめっちゃ探してる。仕事用にってこと？うんすごない？仕事用に探してるのおーちゃんが染めたら俺も染めるだって。いいじゃん、お揃いじゃん。ピンクにしてくれるかな。いいじゃん。ミント持ってない？はい、ミント持ってない。ミント、うん、持ってない。お菓子しかない。かわいい、あゆかだったんだこれ。うん、誰がで、誰がこの真ん中から出てるんだろうって。あ、嘘、私も誰なんだろうって。あゆかくんだよ。かわいい、あゆかで、かわいいのに。暑い、暑いだろ、絶対暑いだろ。うん、暗くしたらさ、明るくするの大変だからさ。確かに。でもいいよね、なんか髪色で楽しめるじゃん。今月この色にしようとか、いいよね。でももう結構もう楽しむことないけどね。ずっともうその色？結構ずっとこれじゃないもん。え、何色が一番自分好きなの？え、これ漏れる、うん、なんか黒髪にもう似合わない。わからん、黒髪に今したら。でもなんか長さによって違うかも。あ、なんかここら辺にある時に黒とかにするとなんか重くて似合わない。ロングだといいの？あ、そう、ロングとか、あともう本当にここ首が見えるとかのショートだったら、うん、あ、黒とかの方がいいんだけど、なんかちょっとここら辺になんか肩つかないぐらいの時の黒髪がめっちゃ似合わない。あ、そうなの。重たくなる。なんか急に田舎みたい。田舎ではない、なんか芋っぽくなる。あ、私の長さだったら長い。え、長くない？切ったとこだけど。でももっちゃんも割とその長さで安定したよね。そうなんだ、これぐらいがいいんだけど、まあ、何にもなかったらもうちょっと切ってもいいかなって感じ。でももう永遠にツインテールするにはもうそれ以上短くできない。うん、そうなんだ。いってらっしゃい。やだな、暑いな暑いですよね。行こう。行くらしい、動くらしい。時間が来ちゃった。ではお疲れ様でした。お疲れ様です。おのちゃんバイバイ起きてるやん、起きてるやん、起きてるやん。あいつ起きとるやん。多分寝転がってに行った ね、あれはもう探しに行った方がいい。え、おのまくん顔ちっちゃいからさ、ちょっと下手くそだった。なんか似合いそうだけど、え、でも一気に動画になりそう。え、なんか幼く見えそう。やめた方がいいダメ、若返り、若返りだよ。若返りしたい。だいぶ若返っちゃうけどいい？え、めっちゃ幼そう。え、でもなんか
中学生とかに見えそう。そうだよね。そうだよ。嫌かも。え、マジ中学生とかになりそう、黒髪だし。うん。やばくない？なりそう。でも髪の毛切りたくなる。わかる。ね、それが結構さ、毛先パッツンにしたい人なの。重めにしたいんだけど、切れ毛がさ多いからめっちゃ気になるのね。うん、もさ、だから切ろうかなって思うんだけど、まあ、待ってってユニット2人してショートはキモすぎだろうと思って、あ、確かに、まあ、我慢してる。伸びるのを我慢してる。2人そっか、今ショート、うん、この間まで伸ばしてたけどね。ぴょん、ショートユニットにしたら、あ、逆にショートヘアユニット、逆になんだ。こんにちは。菅原のユニットのさ、うん、マジイケメンだからさ、ありがとう。あれだよ、ショートにしたらマス、なんかあれだよ、女の子ファン増えそう。増えるかな、うん。でもなんかすごいさ、レッスンしてる時とかにもレオナさん、めっちゃ惚れたみたいな言ってたね。惚れた、惚れた、あら、ありがとうって。ショートにするなら染めた方がいいね。あ、おーちゃんの話ね。あ、そうそうそう。髪はむずいね。むずいね、髪の毛。私多分染めたいですって言ったらダメですって言われそうじゃない？禁止されそう。普通にダメって言われそうだよね。うん、ダメです。事務所 NG。マスカラはもうね、これで髪色が固定されてるから。もう何も言われない。確かに。確かに言われてるじゃん。もう言われない。何、それはどうやったらそうなるの？何、染めたいの？そう。絶対事務所 NG だよ。うん、てか似合ってる。多分黒髪ツインテール。ピンク髪ツインテールはダメですか？うわ、ちょっとまた。ピンク髪ツインテール。またちょっと違うかもね。ツインテールが厳しくなったらショートにするかも。まあさ、あるじゃん。あ、もうちょっと厳しくないツインみたいな。でもいる間は OK そうだけど。ツイン？うん。辛くなさそう。わかんない。どう顔が。変わんないだろこれ以上。顔がどう。もう絶対変わんないよ。だってもう、だって成長期終わったでしょ。違う違う。もう何？老いに向かってるかもしれないじゃん。お、なんか大丈夫そうだけど。おーちゃん変わらなさそう。変わんないことを願って。だって今 21? 1。なんか未成年って言われても信じられるもん。本当？うん、逆に炎の方が って思う。あとツインに飽きたらかな。え、飽きるの？漏れなくなったらかな、ツインに。いや、まだいけるね。あれは漏れるからあの髪型にしてるのよ。いいな。何が？なんか漏れる髪型知りたい。この髪型、なんか大事な時この髪型とかない？ない、マジでない。マジでない。昔でもさ、三つ編みめっちゃしてたくない？してた。あれは可愛いから。うん、可愛いからしてただけ。可愛いからね。衣装によって結構あれかも。あー、でもいいよね。でもあの頃の君を見つけたとかだったら、あ、してたよね、もうしてたし。でもポニーテールが多かった、歌番組に出るときは。 あれ歌番組に出る、首とか詰まってたし。そう、首詰まってる衣装なんか多いんだよね、当て込まれること。私もギュンギュンに詰まってる。だからそういうのだとポニーテールが多かったけど、インスピレーションはちょっとおでこ出しだったし、うん。あー、結構おでこ出しに合うのいいよね。結構おでこ出てたね、あの時期は。いいじゃん。でもなんかいろんな髪型楽しめるのも大事よ。今日の髪型何にしようでもう6年以上悩んでないの。確かに。おーちゃんツインテールで、でも巻きぐらいじゃない、巻き方ぐらいじゃない。そう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 。今日どの巻きにしようかなみたいな。スガラあれだよ、あれがウェーブヘア。あー、あれウェーブだよね。うん、でもなんか多分スガラめっちゃ飽き性なの。あ、もうすぐ違うのよ。なんかもうネイルとかもう取りたいもん。取りたいとかある？1ヶ月ぐらいしか持たない。1ヶ月も持たないね。え、持ってない。1ヶ月もしてない。もう取りたい。違うネイルにしたい。次はどんなの？もう真っ黒にしたい。でももともと真っ黒にしたかったんだけど、うん、できなくて。え
ネイル私行くのやめちゃったよ最近。一回やっぱやり始めたらさ分かる。いやそうよ、3年ぐらいずっとやってたもん。そうでも菅原も一時期いやめっちゃ前やってたんだよな。なんかネイルできるってなって、あれおーちゃんリップ変わったんだね。いやでも一緒のやつも使ってる、重ねてる。こちらは、B アイドルムッチリップですねの冬打ちレッドレッド。いつものリップどっか行っちゃったんだよ。やっぱもうやめろってこと。私の一食いリップもうあのリップはやめなさいっていう意味だったのかもしれない。一食いリップ、私の一食いリップどっか行っちゃったんだけど、もうやめなさいあのリップを使うのはってきっと言われてたの。あれが一番いいの。みんな初。あった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 。あるんかい。はい、一食いリップありました。スカラもそれ昔使ってたの。うん、これ。うん、こちらは一食いリップです、通称。もうやめたけど、私のもう何年も愛用してるリップ。菅原が今日愛用しているリップ、あどこの中です。へえ。でもちょっと色落ちちゃう。ラッカフルーティーグラムティント、ちょっとうんピンク、ちょっとピンクですね。私は深い赤色のリップが好きです。塗り方やば塗り方やばこれ美味しいの。美味しいって何でもこれもまあまあ美味しいこれもまあまあ美味しい、うん、美味しい。これリンゴの味する。リンゴ、うん、これなんだろう、ベリー系かな。波を立つ。得意。コンフォートリップオイルインテンス08フランス製。フランス製まで教えてくれるんだ。これはね。塗り方再現お願いしますって。こうやって。え、すがら？うん。さっきの塗り方。それは多分顔動いてたよね。でしかもなんかこう動いてる。キモすぎすぎら今日は、うん、今日はピンクのなんか、うん、気分だった。かわいいよそのリップ。いいね、これかわいいよね。めっちゃブルベじゃない。でもすがらめっちゃ肌くすんでるけど大丈夫。くすんでるよ今。でもさブルベのリップ似合うのいいね。似合ってる、うん、で結果髪色だと思う。でもブルベっぽいよ。ブルベ私絶対イエベなんだよ。すがらもイエベっぽいから似合うのいいねと思って。なんか関係ないんだよ結果。ブルベ、うん、結果ね。こんなに世間が頭を抱えるイエベブルベ問題、何も気にしないことにしただって前まで使わなかったけど、うん、なんか最近あの紫のハイライトとか、紫顔に青みパールのハイライトとか使うようにした。気にしなかった、気にしないようにした。やっぱメイクはね好きにやった方がいいですから。確かに自己満ですから。それはそう。やばい、メイクの 話したらいなくなった人めちゃめちゃさ分かりやすすぎじゃない変動が、うん、そうだよ。すがらの番の人たちってすがらと多分似てるんだよね。興味ないことに話入ってこないしばらくどこに行けるの、うんうん、じゃあその話題終わっただろうっていうぐらいに戻ってくるの。なんかちょっと違う話題言いに来る。はい、一食いってやっぱタブリップが一番盛れる。いいやん、全部自分が盛れるの分かってるのいいな。でも分かんないよ、他にももっと盛れるのがあるかもしれないけど。いや、出会いそうだけどね。出会いそうだけど、出会いに行ってみなよ。出会い大事やっぱ、うん、大事。出会いに行くこと、うん、やっぱ安定を求めちゃうよね。ダメダメダメだって全部一生同じの使ってる。マジ同じってメイク変わってるイメージないもん。ずっと一緒、アイシャドウ もうこれしか使ってないし。そのイメージある。こちらしかも使ってる色も全部一緒。確かに。こちらのでも 前ずっとこっちだったよね。そう、ここしか使ってない。これこっちはここしか使ってない下。うん、ここ。あとこれ他の色の部分上に塗ると荒れる
合わない合わないものは皆さん使わないようにします。いやピンク可愛いんだけどね。スバルもピンク最近割った割った。私もここ割った。割れた。ショック。楽しい。やばい。スバルの今日のコスメがなんかすごい、うん、何も紹介できるほど少なすぎてやばい。今日やばい。マジ最低限。え、マジ今日最低限止まってたから。とりあえず全部持ってちゃう。え、マジやばい。超最低限すぎない。これだけ今日。え、少な1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 え、ハイライトってさ、うん、毎回塗ってる？え、塗るときと塗らないときある。あ、ハイライトは使わなすぎてさ、これ持ってんだけどさ、うん、めっちゃ昔じゃん。その研究生とかの時に買ったやつ。捨てな。やばいよね。ずっとたまに塗ってるぐらい。そういう時は何？研究生の時から使ってるハイライトで。それはもうどうかと思うけどだからさ、この間セザンヌ、うん、のさ、あの一時期バズってたさ、うん、ハイライト うん、あってさ、うん、使ったらさ、えっハイライトってすごいわって感動した。じゃあ買ったら、うん、買う買います。ちゃんとじゃあそれはおさらば。そう、おさらば。まあいつか機会があれば。だからたまにスガラもめんどくさいからこういうの使っちゃう。あー、アイシャドウでってね、うん、よくやる品質大丈夫不安ですよね安心してください。やっぱアイドルなんで綺麗なんで。はい、大丈夫です。菅原の、まあ、心に入らないし。菅原の今日のコスメたち。かわいい。え、そのアイシャドウどこの？これはね、エチュード。うん、めっちゃプチプラ私もプチプラばっかだよ。プチプラなんだかんだ戻ってきた。でも、あの男性しか見てないから多分興味ない興味ないか。あのハタゴンにタンプレでもらったスクラブリップ。かわいい。めっちゃいい。レブロン。これいいです。今日はこちらでした。うん、すごい手に収まるの。すごくない？今日こちらでした。スワラの愛用メイク品。愛用コスメこちらでした。少ない。今日は少なくした。本当だったらもっとやりたいことたくさんあるけど、うん、まあ、ライブの時と比べたらね。今日はちょっとね、あのオンラインとかでちょっと、まあフィルターとかかかるかなと思っていろいろサボって。あるかな、フィルターとか。え、ないのかな。ちょっとサボってしまった。うん、でも今日はマジ少ないわ荷物。だから思う、あー、あれ持ってくればよかった。あー、あるよね、後悔する。うん、これでも少ない。あ、すごい。ファン側は肌加工ありましただってじゃあファン側があるなら菅原側もある。あるね。じゃあ肌だけ加工させていただきましょう肌加工ファン側にもちゃんとあるの、ね、優しい。素敵じゃん。優しいやん。で、充電器持ってない？あるよ。貸して。お父さん家に忘れちゃったよ。何話してるんだろう。え、でもなんか普通に何の話してたんだろう。あ、でも昨日とかは一緒に定点見た。新公園の、うん、お借りします。定点見て笑ってたなんか話してるより何か見て話すみたいな。あ、なんかめちゃくちゃ話題があるわけとかじゃない。なんか見てそれでリアクション取ってるみたいな。なるほどね。うん、何の話したんだろう。新公園の映像面白いよね。え、なんか、え、無音で見たことある？無音はないわ。え、ギャギャギャワイイをさ、無音で見てみて。めっちゃ速いからマジなんか、え、倍速かなっていうぐらい早く、なんでしょ。え、とか、え、他全部がもう速く見える、動きが。見てみよう。そう、めっちゃ速かった。びっくりした。え、なんか音ないだけこんな動き速いことしてたんだみたいな。うーん、踊ってる時は気になんなかったけど。いや、でもきついもんね、だって腕とかさ。うん、めっちゃ速かった。おもろかった。だから
こんな早いんだ。この世は切ない今しかな。間違えて語りすぎないようにしなきゃ。確かに。みんな可愛い。やった。さあ万歳。可愛いじゃん。みんなギャワイ。やった。万歳。あの公演は2回公演できなさそうなくらい激しい。マジ2回公演したくないの。頭4曲が一番きつかった。いや、わかる。あの声出していこうぜ、もう。え、わかる。瀕死。え、わかるね。めちゃくちゃわかる。てか汗なんか止まるところが1回もない。で、呼吸でき、呼吸の仕方忘れる。わかるだからもう声出していこうぜは結構もうすごいよ、ね、限界まで来てる。毎度のことながらもう最後の力を振り絞ってる。そう、でももう残ってないの、最後の力。残ってないのその時には残ってないの。残った。うん、今だからみんな定点無音で見てみてください。めっちゃ速いから動きなんか音、なんか音合ってると気にならないけど、うん、音ないとこんな速いことしてんのってなる。そうなんだ。見てみてください。一緒に踊ってみたらファンの人ね。本当にたまに思う、うん、踊ってって、ね、踊ってみてほしい。あの、あれで立ち位置込みで厳しい。立ち位置込みでやっぱね、あれなんだよ、移動込みだからより疲れるん、うん、遠いし、うん、走るじゃん。わかる。実質走ってるじゃん。わかる。だってさ、なんかたまに本当に思う、四歩で行けないんだけど。あるよね。四歩で行けないし。それを四歩で無理やり行くのが。知らないよ。フォーメーションの振り付けないよ。苦しい本当に。あれだから一マス、一マスっていうか番号一つが60センチだから。一番目でね。そう。だからね、60センチずつ測ってバミリ作ってやってみてください。番号は感覚あの定点見たら数えれるから感覚。まあ劇場の花道以外合わせたら、まあ、9番まであるんで。そうそうそう、9番まであるからやってみてください。でみんなよかったらやってみて。誰しも、うん、誰もが止まる心臓の、誰しもが止まる心臓をの肝臓で、あ、間違えた。最後、最後、菅原が5番から 4.5 まで行くの。あ、ね、この間さ、回転してたやつだよね。私さ、あれ目の前回りながら通過しててさ、みたいな。なんかね、ゲネプロで、なんか動線をね、本番直前ぐらいに、本番直前だっけあれ。そうだね。ね、動線をね、変えたんですよ。本番っていうかゲナプロの日のリハで変えたんですよ。もうどうしても私の動線が遠すぎて遠すぎてマジで遠い。あそこ遠いやん。遠いね。遠いね。でさ、でもさ、谷さんがそう今までのそのでゲネプロやりますってなって、うん、谷さんが忘れてて多分ちょっといつもの、うんうんうん、今まで通りのやつやって、うんうん、そしたらもうそこでずれて、もう終わって、取れなくなって、もう取れなくなって、しかも回りながらさ、もうちゃん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 感じでいかないといけないけども、ちゃんちゃん、ああ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 、マジであの時やってから、あ、これもう終わったわって思ったもん。あの時回転寿司だったよね。マジでこう回ってマジ流れるプールで、逆流しても元に戻れないみたいになってて、やばかった、うん、マジあれだったね、フォールガイズみたいな。え、わかる、フォールガイズだってね。もう本当にすごくて、なんかもうみんなごめんねって思いながら、もうやばかった。私も、みたいな。なんかレオナさんとかにもそこ見ら、やっぱ見られるじゃん。見るよ、あれは。見るじゃん、あれ。だからさ、レオナさんとか、え、めっちゃ綺麗な、なんかトーンすごいなって思って、あれって、え、見てみてください、今日の出てんって。なんか思ってたよりもやばかった。回りすぎてたんだ。え、そう、多分ぶつかりすぎて人避けようと、もう回るしかなくて
ってなったら多分ずっと回ってた。そう、もう回転してた、こうやって止まれなかった、回転が。けどおもろかったあれ。なんか本番はちゃんとうまくいってよかった。またやってやる。いや無理、絶対やりたくない。またやってやれ。あれだって一人だけ遅かったもん、つくの。めっちゃあれ面白かった。だって自分が早く着くために動線変えてもらったのに一番遅かったもん、着くの。初日は行けたんだけど。そう、初日はセーフだった。だからゲネプロが、ゲネか、悔しい。じゃあ誰の目にも届けることないの。みんな、ファンのみんなに届くことはない。でも分かんない。もしかして例えばアンダーとかの子が入って、あ確かに、ちょっと動線間違えられたら、今後ね。そう、今後。そこで見れるかも。確かに。みんな。あ、また回ってる、あれか。あ、これが噂の前言ってたやつか。じゃあ私が一回、じゃあ菅原の動線妨害してみようか。マジ妨害してる、結構この話した後に妨害してたらマジでぶち切れ。おっちゃん、あのさ、なんかここさ通りたいから。菅原行けた？菅原行けた？え、行けてなかったんだけど。見えてた？行けなかった？え、見えてなかったもん。え、ごめんごめんごめんみたいな。ごめんごめん、見えてなかった。行けんかったか。すいません、先生、立ち位置変えてください。立ち位置変えてください。結構菅原、あそこの移動、うん、結構立ち位置変えてほしくて、うん、何回も、うん、結構目で訴えかけて見てたけど、無理だった。無理だった。伝わんなかった。伝わんなかった。え、何番から何番まで移動してる？5から 4.5 5から 4.5 で。それはやばいね。私のさ、7から、うん、0.5、うん、下手の0.5、うん、反対の 0.5 あまで行くけど、タオシね。そう、けど誰も動線いないの。あ、タオシじゃない、あの何、声出していこうぜのまでの移動。あ、そうなんだ。うん、けど誰もいないの、動線に。だからもう普通に行けちゃうから、うん、前の方で菅原が回ってて思うかって。そう、でも前までは一番前で通ってたんだけど、あ、やっぱいっぱいいるんだよね。そう、後ろめっちゃ空いてるの。そう、だから後ろに来た。後ろ行った？後ろ行ってみた。うん、行けた？うん、まあ、ゲネプロは行けてないけど。あれ、後ろの動線だったんだ。そう、うん、あれを後ろにしてもらった。じゃあもう最後ろ見てる人やってくれる？え、結構でもマジでさ、うん、もういいや、どうせまだ1回しかやってないけど裏話いっぱいあるもん。なんかさ、最初、うん、今はさ、立ち位置変わったけどさ、うん、ゲギャのさ、うん、こんな私だけどみたいなあったじゃん、うん、あれさ 4歩でさ7からさ 0.5 いかないといけないの。マジ覚えてる？ギャ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 そこまで。何が大変かな。でも地味にあれも大変すがら、タン押しのイントロ。タン押しのイントロなんだっけ。え、これで移動する。あ、これか。これ遠いけど、なんか遠いけど私空いてる道多分見つけるのうまいわ。だっておっちゃん一番前だ。タン押しはあれ違うよ。タン押しは違うけど、他にも。あ、いやでもすがらも割と上手な方だと思う。あれそこ苦手なんだっけ。わたって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 たの後の移動はめっちゃむずい。あれもっと絶対みんな簡単なのありそうだよ。あれはあのマキコさん見失ったらもう終わり、いけない。すがらあそこめっちゃすいすいだもん。一番前通ってるから。あといつもここですがらに腕ぶつかりそうになる。いいよ、ぶつかっても。じゃあいつか、ね、いつか刺す。たぶんそしたらこうじゃなくて。すがらもあそこぶつかりそうになる。あるかなと移動大変なの。あ、でもあれ、声出していこうぜの落ちサビをたまちゃんが歌い終わった後に、うん、ジャンプしてから、あああそこもいつも大変だし、あの問題のところね。あそこいつも絶対もう人にぶつからないように心がけてます。何が大変かな。あと何があったっけな。あ、なんかでも人が多すぎて大変っていうのはあるけど、ね、あるだろう。遠くて間に合わなそうみたいなのはマジ心臓ぐらい。あとは何の歌だったっけ。マジ人いない、もしかして。心臓部136人。いないよ多分。そこは多分10人ぐらいしかいない。10人は嘘だって。
なんだ、あるかないとか。何の歌だったっけ。一回みんななんか定点で見てみてほしい。確かに。あ、私君だけのさ、うん、この綺麗な嘘の後の移動はもうこれやりながら移動してる。あ、間に合ってないんだ。そう、遠い。ギリ。変えてもらったから俺は間に合ってしまった。なんかこっちのフリにしたらいいんだけど、やっぱさこっちしかやったことなかったから。やれ。あっちゃん先生にじゃあこっちでって言われて。反対なんですよねって。そっちやった方がいいですかねって言った。いいよ、じゃあこっちで。優しい。なんで菅原どっちもやったことあったんだろう。あれじゃない ？1 番と2番で。そうね、またフォーメーション。これもね、変わってるんですよね。フォーメーション、本番。本番でか、本番前のね、あれで変わって。本番と違かったもんね、今までのレッスンで。そうなの。振り入れした時からだいぶポジションとかも変わってるから。ね、違うよね。立ち位置が。それも変わったりとかしてるんですよ。めっちゃ本当に変わっちゃいますかみたいな顔したらそしたら笑っていいよ、そっちでそっちにしよう、そっちにしようって言ってくれた。優しい、あっちゃん優しい。ありがたい、ありがたい。その件に関しても感謝の気持ちです。菅原も受け入れはいいわ、本当感謝でしかないです。ありがとうございます。しんどかったので止まらないんだよね。ギャギャギャはいい。あこれで移動して、オーイエス、オーイエスの方が止まれない。もう勢いで行くからさ、なんか止まれないんだよね。本当止まらないといけない。うん、いや、紙手にいるとき私だいたいさ後ろで暗い曲とかが多いから、Don't Judge Me、Lose Control はもう紙手でもそんなにいかない。んだけど、でもずっと上手に唯一行くぐらいの時は後ろが多いから多分気持ちいいね。下手の方がちゃんと見えるかも。でも今って好きな席に座るの違うよね。決まってるよね。もうビンゴなくなってんだもんね。でもロングロン違うなんだっけ、最後のあなたへが上手の一番後ろでもう本当にサビまで歌わずに端向いてるの。うん、だからそこはファンタイムかも。あ、いいや、ファンタイム寝れるもんだった。そこ長いから寝ないでください。寝れるぐらい長い。菅原も菅原、あ、ロングロングが端っこだなんだけど、うん、幕見て踊ってるもん。そう、あなたへの最後も私も真横向いてるし誰も通りに来てくれないし。え、最初ぐらいじゃない。そう、最初にカホちゃんが来るんだけど後ろから来るからもうスッて行っちゃう。確かに。だから見れたの方向いたら、あ、反対向いていい、うん、で、そうしないと。でも娘たちも歌い終わったら誰も来ない。あー、そっからずっと、うん、だからいつもレッスンの時は誰か来いって言ってた。誰か来いって。今日さ、ナッキーさんがさ、ミレちゃんの方に来るんだけど、うん、私のとこ来ずに戻っていっちゃうからさ。あー、なるほどね。悲しいね、それは。誰もいないの。じゃあ見に行くしかないじゃん。見てもらえるように顔その時だけ。あ、神手の人はもう一番最後の曲が神手チャンスだ。神手チャンス、神手チャンス。いや、頭曲なんかさ、どこに自分がいるのか。え、結構さ、今回移動多くない？多い多い。その曲中でもさ多いよね、うん、多いからさ、なんかさ、どっちが多いですとかあんま分かんないんだよね。でも下手が多そうだけど、今回は菅原。ああ、下手だな。まあ、前回も下手だったんですけど、グーとパーとかさ、下手にしかいないの。あ、グーとパー上手だわ。うん、でも頭めっちゃ、頭なんだ、半々かも。あ、そう、心臓も上手にいるけど一番後ろだから一緒だもんね。うん、夢の花開く。なんだろうな、あれ、マネージャーさんだ。どうなった？野口さん。名前言っちゃうんだ。あ、 N さんです。遅いよ。
でも割とそれは結構今回上下もちゃんと行ってるか。うん、まあ行くには行くんだけど、うん、行ってるっちゃ行ってるけど、でもずっと踊ってるからなんかレッスン遅れてるのかなって思う。うーん、瀕死状態だから、もうちょっとね、なんかで今まで本当なんか休憩できる場あったけど、休憩って言い方もよくないんだけど、整える時間、そう、呼吸を整えられる時があったけど、今回呼吸整える隙も与えてもらえなかった。そうね、なんかさ、フェスの頭だったらさ、うん、君が思ってるよりとかさ、うん、あったじゃん、うん、フェスとかもちょっとなんかメンバーと楽しんで、そうそうそう、わちゃわちゃしててちょっとそこで呼吸に整える、うんうんうん、ないないね、もうひたすら踊りますみたいな、うん、だって王ちゃん、あ、それでこそさ、声出して行こうぜのさ 2A とかさ、うん、1人ずつ歌ってるじゃん、うん、でも結構あの時息整えるよって思うけど間に合わない、間に合ってないよ、間に合ってないよ。そうだからラッキーさんが歌って、でも追っかけも歌わないといけないじゃん、うん、だからつまんない、で出る杭打たれるならガンガン打たれろ、打たれろ、負ければ負けるほど、負けろ、どうぞ、どうぞ、あーって言ったらサビだから。なくない、全然ないの、呼吸整えられる瞬間が。だってさ、あとそれでこそ心臓もさ、一回さ、あの衣装チェンジのために履けるけどさ、うんうん、短いよね、気が大変だし。ドゥドゥ、あれさ、1回目に前半履ける人の方がさ、多分長いよね、尺長いよ ね、思う。本当に思う。でも私たちの方が、あの短い休憩時間が、だって中3曲なんてさ、休憩できないじゃん、うん、前まではさ、ちょっとあれだけど、バラとかさ、こうポーズ、あ、そうそうそうみたいな感じでさ、確かにね、バラ女神って難しいけど、体力をめっちゃ使うかって言ったらそうじゃないんだよ、うん、なんか綺麗に見せるみたいな方があれじゃない、メインじゃなかった、うん、そう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 、難しいですね、みんな踊ってみてくださいね、まだ。ちゃんとフォーメーション付きでね。思う、フォーメーション付きで、フォーメーション付きで踊ってみてほしい、そう。頼むよ。唯一ロングロングウェイホームくらい、でも私ロングロングウェイホームのさ振り、うん、めっちゃ頭フル回転してる、確かに気抜いたら間違えちゃう、わかるわかる、必死、うん、まだ慣れてない、まだ慣れて、あんなやってるのに、なんか劇場でやったらさ、またさ違うんだよね、そうなんだよね、新公演で一番きつい曲は何だって、全部していこうぜ、全部きつい、グーとパー、あー、もうあれはだるまさんが転んだらが休憩でもそこからたまにリハ中なんかそっちのだるまさんすることに夢中になって歌うの忘れてた、あ、歌割りや、歌割りかー、ホールだったってなる、うん、あるは唯一グーとパー、あー、くまさんが大丈夫って言ってる時、あそこも結構限界だよ、ルーズコントロールの一番なら真ん中で棒立ちしてますよ、あ、これか、世界をセンター、センター、でもあれさ、結構目つぶってんのさ、すごくない、確かに、それあれ絶対体感ないからさ、フラフラする、ね、めっちゃフラフラする、いいな、池田、池田もいいな、こうやってね、世界を、あ、こうか、池田は目開けてる、え、池田な、開いてるんじゃない、それじゃあいい、一番いいじゃん、うん、たまに、うん、あそこのパートマジでさ、うん、ゾーンヘッドセットマジ飛んできそうになる、あ、合わない、合わない、うん、あ、なんかさ、ちゃんとついてるやつ、ついてないやつ、あ、うん、ついてた、つけてもらった、あ、けど無理だった、飛んでってしまった、センターなのに、本番グーとパーで、グーとパーか、最初飛んでった、グーとパーあー、ここね、もうずれた、あ、終わった、そこ真ん中にいるじゃん、それから、うん、だから終わったってなグッドパー、あ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 、グッドパー、あ、あ、なんか食べたいな、はぁ、あ
ちょっと炎の様子見てこよう。ダメだ。起きてそうじゃない？おい、本当よ。こっちだけまつげやってる。こっちはまだまつげやってません。ほのちゃん？うん。もうなんだ。うん。マスカラはこちらです。待って、やばい。なんかいつもいつも嘘でしょ。髪やばいよ。唇の皮が。なんでそこに？髪の毛。てかずっとバックしちゃってさ寝てたわけ。え、本当に寝た？ちょっと。うん。危ない危ない、ほな危ない、ほな危なかった、今危なかった、ほのちゃんよかったね、今すがらの手やって、え、危ない。ほのちゃん大変お疲れです。だいぶほら気をつけてな。おお、危ない危ない。え、でもね、今ちょうどねこうやってペットボトル持ってたらね、ちょうどここに、ね、手で隠されてたの。え、なんか腕長くね、うん、腕長くない？え、なんか腕長くない？なんか音大丈夫？口の音帰って、ね、ガリガリ言ってるけど、なんかガリガリ言ってるよね。え、大丈夫その音？ええ？して、え、かわいい、つけてくれてるやん。そうだよ。ててあげよう。え、これめっちゃ痛そう。でもなんか痛そう、ガリガリ言ってる。なんかすごいね、頭皮マッサージになりそう。仕事してやる、帰ってんねよ。また寝てるやん。かわいい服。服はね、このも可愛いよ。うん、ちょっといい、いいよ、すがらずでもいいよ。でもこのが映りたくないでしょ。映していいの？じゃあ映すよ。こっちエフェクトついてるよ。映すよ。どう、おーちゃんとコラボすればよかった。すがらはすがらちショールームだ。なんで、でもショールームだってさ、エフェクトあるやん。そうなの。ほら、え、もうこんなん、こんなんしたら勝ちだよ。ほら。やばい、やばい。え、これ、ほら、見て。エフェクトでも隠せないかも。やばいよ今。おもろ、おもろかった、おもろかった。50分になったら教えてください。終わりにします。一生眠たいわ。あゆかほのかからライブ動画への参加リクエストって。あゆかほのか、え、違う、これ今なんか送った？送ってない、今見てない。
え、さっき送った？あ、うん、寝てる時に送ったかも。あ、今気づいた。うん、おーちゃんと電話しようって思ってかわいい電話いいよ、今つけようよ今つけようよ もうほのちゃんはいると毎日笑い疲れる。いや、おもろいよね。ね、いやは昨日私ほのちゃんと来た、なんか来たんだけど、うん、早く参加してよ。あ、その話をさ、ほのちゃんさ教えてくれたんだよね。言ってた。え、ね、やってよ。お、来た、ね、壁なんだけど空調なんだけど。じゃあ菅原はもう終わりにしたいと思います。ほのちゃん寝起きだからね。映ってる映ってる。よかったら皆さん、おーちゃんか炎のインスタライブ見てください。ということでありがとうございました。バイバーイ。おもろいおもろい。待って、前髪やばい、前髪やばい。